皆さんおはこんばんちは、うぷ主の親友です。さてさて、今回やっと発動場が動きます。まずはうまく起動できるか楽しみです。では行ってみましょう。2歳 G1 からの直行便。ここで勝てればいいが、負けても素質解放されるので、とりあえず肩慣らしかな。ワールドブリーダーズカップクラシック 2000m、 まずまず揃って飛び出しました。先頭に立つのは何か。先頭に立ったのはコーラ。それから離されましてチロル、オーゴーゴーがそのうちにいます。それからもう一頭、1番フットステップスインザサンド。そして外からは10番マクフィー、キングズベスト、ベニカンプがその後ろ、そのうち5番ヘンリーザナビゲーター、3番ゴーラン、その外4番コックニーレベル、11番チリチリチジレゲ、そのうちにヨージワシントン、その後ろでやりましょうか、エルグランセニョール、その外からはランシングブレイブ。流れるようにレースが進んでおります。13番コーラが後続集団を離しました。そして2番手にオーオーオーであります。内を通ってフットステップスインザサンド、外から1頭14番チロル、その内からはマクフィー、そしてその後ろからキングズベスト、3番ゴーラン、外を通って12番ベニカンプ、そしてそのうちに5番ヘンリーザナビゲーター、外を通ってチリチリチリレゲです。ジョージワシントンが上がってまいりました。これが1番人気のランシングブレイブであります。さあいよいよ最後の直線、栄冠を手にするのはどの馬か。ランシングブレイブ直線の伸び足はどうか。3番手にチロル、先頭はコーラ、頑張る頑張る黄色い帽子オーゴーゴー、ジョージワシントンが3番手、外から懸命にランシングブレイブ、ランシングブレイブ先頭だ、外から1頭ジョージワシントン、1着ランシングブレイブ、2着ジョージワシントン。おーいー、せめて掲示板くらい確保してくれよ。でもまあ次頑張ってくれ。すみません。次頑張ります。とりあえず次、キングジョージか。凱旋門ね。ビーバが2頭以上いたら、回避して裏香港ね。わかりました。で裏香港に来ました。2.4 倍。ここは2着以内が欲しいところ。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。先手を取ったのは10番シェイビアン、それから7番 It's all Greek to me、 ちょっと離れて1番、まだ後方、ようやく追い込み体勢、3番手にディナミックス、7番 It's all Greek to me、 It's all Greek to me、 先頭に立った3番手にディナミックス、先頭は It's all Greek to me、 ディナミックスも懸命に追う、ディナミックス先頭だ。4番フレーミングロック、1着ディナミックス、2着フレーミングロック。おーい、ここでも権利確保できないのかよ。ごめんなさいごめんなさい、次こそは頑張ります。仕方ない。ドリアンを使うか。チリちゃん、次、ワールドで、3着以内取れなければ、クビだからね。ありがたきお言葉、精一杯頑張ります。4.4 倍の2番人気、今度こそは、3着以内取れるでしょ。よっしゃ、スタートを切りました。14頭。これはいいね。まずまずのスタートといったところであります。さあ、先行争いであります。コーラが後続をずっと離していきました。そして2番手に、ワークフォースであります。内を通りまして、8番、モチベーター。それから、13番、ダイオメド。内を通って、5番、シャーラスタニ。外を通りまして、12番、キャメロット。そのうち3番ウエストオーストラリアン、6番オーストラリア、カヤージがかわしていきました。それからもう1頭シルビナントカソン、それからクリスキン、そしてその後ろからアイシングラス、それからチリチリチジレゲ、ザフライングダッチマン、これがしんがりであります。流れるようにレースが展開されています。先頭を行く7番コーラ、大きくリード、ちょっと離されまして10番ワークフォース、
これと一緒にモチベーター。13番ダイオメド、内から1頭シャーラスタニ、その後ろでやりましょうか。キャメロット、その内からは3番ウエストオーストラリアン、14番カヤージ、オーストラリアが並んでいます。これが一番人気のシルビナントカソンであります。差が開いてクリスキン、外を通って11番アイシングラス、それから1番チェリチェリチェジレゲ、そしてしんがりから4番ザフライングダッチマンという展開です。先頭は7番コーラ、後続集団を離しました。あとはずっと下がって、これが10番ワークフォース。さあ残すは直線勝負、最高の舞台に駒を進めるのはどの馬か。シルビナントカさん、直線の伸び足はどうか。先頭コーラ、コーラが大きくリード、モチベーターが3番手、10番ワークフォース。先頭コーラ、コーラが大きくリード、ベストオーストラリアンが2番手、コーラ先頭、外から懸命にザフライングダッチマン、3番ベストオーストラリアン、ザフライングダッチマンが2番手、コーラ先頭、ザフライングダッチマンも懸命に追う。内か外か、ほとんど同時。赤発走なのに、三着入れないだと。チリちゃん、悪いけど、発動中止ね。わかりました。悔しいですが、次に備えます。さあ、一着になれば、引退レース、勝てるかな？おっと、カメラ間違えた。13頭、スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。2番ソロ、先頭外を通りまして6番バラージ、その後ろでやりましょうか。11番リマリオ、8番ソロが先頭だ、外を通ってバラージ、外から懸命にチリチリキジレゲ、1番リアルスティール、先頭ダイロント、ソロ外から懸命にチリチリキジレゲ、ソロが先頭だ、かわした。2番手にチリチリキジレゲだ、外から懸命にムシャウィッシュ、1番リアルスティール、チリチリキジレゲ先頭、1着5番チリチリキジレゲ、 G1 2勝目、獲得賞金は1000枚突破。よしよし、これで引退できる。チリちゃん、次の子は頼んだよ。了解です。次こそはエスカテル馬、産みますね。次回予告。最近お店がイベントやってくれなかったので、メダルがなくなってきました。っていうことで、次回はイベント重視でいこうかと思います。ゲームを終了しています。ゲームを終了しました。またのお越しをお待ちしています。